こんにちは、レガリアです。私ですね、普段使っているスマホはこちら、Galaxy S7 Edge を使ってます。あともう1台ですね、こちら iPhone を使ってるんですが、これ iPhone6 です。で、今回ですね、中古なんですが、スマホを1台購入しました。今回ですね、購入したスマホ、中古なんですけども、こちら、Galaxy S7 Edge をもう1台買っちゃいました。このスマホをですね、同じものもう1台購入しちゃったんですけども、普段使ってますこちらのですね Galaxy S7 Edge なんですが、ネットなんかでも書かれてるんですが、動画や写真をですね結構綺麗に撮れますよっていうことで人気だと思います。で、私も使っててですね、結構綺麗だなっていうことで、この YouTube の動画を撮るときもこの Galaxy S7 Edge で撮ってた時もあります。で、今もですね、今撮っているのはこちらビデオカメラなんですけども、ちょいちょいですねこちらの Galaxy S7 Edge を使って動画を撮るということもやっていました。結構ですね色も鮮やかで綺麗に撮れるなっていうのは感じてました。で、あと旅行に行く時にですね、これ1台ありますと、これでですねこう撮ります。どっか置いてこう固定したまま撮ったりするんですけども、そうするとですねもう1台ですね綺麗に撮影できるスマホが欲しいなと思っていました。で、他にですね使ってるこちらの iPhone があるんですけども、 iPhone6 ですね。ちょっとやっぱり正直あんまり綺麗じゃないなっていうことで、あんまりこっちは使いたくないということで、今回こちらのですね Galaxy S7 Edge をもう1台買っちゃったということです。この Galaxy S7 Edge はですねドコモ版の SC02H という型番です。こちらも開けて使って設定とかもしてるんですけれども、私がですね以前から使ってたのはこちらのピンクのモデルでして、今回買ったのがこちらの黒、真っ黒ですね、真っ黒のモデルを購入しました。オニキスブラックって言いましたかね。はい、こちらの色を購入しました。今回買ったこの Galaxy S7 Edge なんですが、ヤフオクで購入しまして、だいたいですね相場が3万円よりちょっと上かなっていうぐらいの金額で出品されているようです。ちょっと傷があるぐらいのものは3万円以上かなっていう感じですね。綺麗なもので3万円後半ぐらいかなっていうぐらいなんですけど、今回購入したこちらの Galaxy S7 Edge なんですが、左上のところですね落下させたのかちょっと落としたような跡がありまして、この左上のガラスの部分ですね少しひびが入っているような状態です。こちらガラスは割れてるんですが、明かりをつけてもですねこう何か害があるというわけではなくて、こちら安かったんで、今回ですねこちらの Galaxy S7 Edge なんですけども、ヤフオクでだいたい1万5000円ぐらいで買いました。こちら割れがあるっていうことで結構安く出されてたようです。ちょうどたまたまなんですけども、ヤフーのですねポイントが5000分ぐらいありまして、実質お金払ったのは1万円ぐらいかなっていうところですね。非常に安く購入できたかと思ってます。ちょっとこのね見て左上の方なんですが、この辺りひびがあるんですが、動画を撮影したり写真を撮ったりするのには全く害がないかなというところでですね、1万円ぐらいでこう手に入るんだったらいいなと思って購入しました。で、今ですねこちら SIM カードは入れてあるんですけども、マイクロ SD カードは入ってない状態です。で、この Galaxy S7 Edge なんですけども、認識するマイクロ SD の容量がですね 200GB か 256GB だったと思います。で、今回ですね 512GB のマイクロ SD があるので、本当にですねこちら認識しないのかなと思って試しにやってみたいと思います。はい、こちらがですね 512GB のマイクロ SD カードです。早速ですね、こちらのトレイにですね、この 512GB のマイクロ SD をセットしてスマホにですねセットしてみたいと思います。はい、ではこのマイクロ SD を挿していきます。今こちら勝手に再起動を始めてます。あ、来た来た。はい、これ左上にですねマイクロ SD のマークが出てます。はい、今設定開いたんですが、どうかな、どこでマイクロ SD の容量が見れるのか、これか、あれ、これ今下のポータブルストレージというところですね、 UDISC と書かれてますが 500GB 中 2.69MB を使用と書かれてます。これ認識してんじゃないですか。はい、こちらですねポータブルストレージのところちょっと見てみますと、まあ変わんないんですけども 500GB 中の使用量 2.69MB ということでですね、これ500ギガ認識してますね。まあ、512ではなくて500と表示されるようですが、500ギガで認識されてます。この500ギガをまあいっぱいにするまでの容量のまあ動画ですね、結構入れるってなると大変なのでちょっとそこまで確認できないんですが、一応この500ギガのマイクロ SD ですね認識しています。すごいな。まあ今ですねこちら 500GB のマイクロ SD を認識してくれているので、これでですねしばらく使って動画なんか撮ってみてですね、また後でお知らせできたらいいなと思ってます。はい、でもともとですね使ってましたこちらの Galaxy S7 Edge なんですけども、こちらはですね 200GB のマイクロ SD を入れてまして、認識しているのが 183GBという容量を認識してます。で 183GB 中ですね 179GB を使用ということで、今こちらですねこの 200GB いっぱいになっちゃってるところです。なのでちょっとこちらもですね、まあ、動画撮ったやつとかもそのままにしてるので少し整理しておきたいと思います。はい、ではですねこちら 500GB のですねマイクロ SD がすんなり認識されちゃったんですけども、こちら使ってですね後でまたどういう状況になったか報告させていただきたいと思います。まあ、あとはですねこの Galaxy S7H で特に何か変わったようなことはするような予定はないので、まあ、動画を撮るときに使う、あとはですね写真を撮ったりするのに使うかなっていう感じですね。動画と写真という感じです。なのでちょっと特殊な使い方はしないのかなと思うんですが、まあ、今後ですね活躍していただければと思います。はい、ということでですね今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。